はい、カボス TV です。いつもご視聴、たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。今日は朝から田んぼのあぜの草刈りしまして、はい、雨に濡れながら終わったら終わったら晴れました。晴れました。それでまだ時間があるんで、はい、今からここの理学の里の対面に、文豪の市の土地なんですけど、ここに炭窯があるということで、はい、うつみちゃんも初めて、はい、初めて知りました、はい、でちょっとやぶなってるんで、まあやらんでもいいんやけど、うん、ちょっともうこう結構蚊とかも出てるんで、ここ今からやろうと思います、はいはい、で本格的な草はこれむつちゃん初めてやな。そうですね、こんだけわさわさしてるのが初めてかもしれない。なのでこれやっていきましょう、はい、時間的にはそんなにかからないと思うんで、はい、まあやっていきましょう、はいはい、ということで今日もむつみちゃんの草刈り作業ですけど、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。お願いします。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあもう早速やっていきましょう、はい、お願いします。はい、とりあえず、はい、私が前進します。私もわからないんで、はいはい、どういうふうに言ったらいいかちょっと不安なんですけど、うん、とりあえず進んでいきますんで、はい、その後むつみちゃん右側をずっと引いてて持ってきて、はい、とりあえず足は作りながら、半分ぐらい行ったら来ればいいわ。ここに行ってこっちを最初もう表面を切って、うんうん、同じとこ3回4回切るぐらいのイメージで、うんうん、
と今回本格的な草刈りです、はい、本当です。結構硬いです。草の硬いでしょ、うんうん、まあ、ちょっとレンゲとかと違ってそうですね、硬いでしょ。硬いです。でも見てて上手だよ。上手上手。本当ですか、うん、結構今いっぱいいっぱいでやりました。あ、うん、重たい。あの切ったのが切ったのをこう払うのが重たいじゃん。あの下からもう切ると重たいんで、もうほんと上を何回か貼ってみて、最後これいこうか。ちょっとむつみちゃんがお時間ということですいません途中になっちゃう。あ、いえ、もうあとこれだけなんで、ちょっと最後やっていきます。でもだいぶ上達したと思います。はい、なんか、はい、ありがとうございます。あ、いえいえ、できたのかな、わかんないけど、はいはい、まあ、ぜひ次は私のところで、はい、今日も行きたかったんやけどちょっと雨が降るんで、うんうん、ちょっと足場も悪いし、はい、ということで、本当ありがとうございます。ありがとうございます。はい、むつみちゃんでした。じゃあ私は続きやりますんで。はい、すいません。あ、いえいえ、はい、じゃあありがとうございます。はい、はい、終わりました。まあ終わりましたというか、まあやめましたというかな。まあずっと奥まであって、ちょっとキリがない感じだったけん、まあ途中で終わりました。まあある程度ヤブになってるところを買ったんで、これで少しヤブ化も少なくなるかなというふうに思います。はい、ちょっと途中むつみちゃんがお時間なので、やめたんですけど、むつみちゃんもだいぶ上手になりましたね。はい、ということで、ぜひ次はね、私のところの工場のり面とかね、ぜひ挑戦してしたらどうかなというふうに思ってます。今日は、ただただ草刈り、むつみちゃんと草刈りの動画でしたけど、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。